そういやよ、お前の背中大層な入れ墨が入ってたじゃねえか。あれは竜か。いや、あれは竜じゃねえ、竜魚だ。竜魚。気に食わんな。本当は竜を掘りたかったんだけどよ。え、兵器がやってやるぞ。やってやるぜ。よし、行くぞ。お前の背中大層な入れ墨が入ってたじゃねえか。あれは竜か。いや、あれは竜じゃねえ、竜魚だ。竜魚。うん、本当は竜を掘りたかったんだけどよ。え、なんで竜を掘らなかったんだよ。竜ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんなんだ。俺みたいなペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえんだよ。へえ、そういうもんなのか。まあでも竜魚ってのもなかなかかっこいいじゃねえか。だろう、俺も気に入ってんだ。いつかすげえ男になってよ、この竜魚を竜以上に輝かせてやりてえって今はそう思ってんだ。へえ、いい心意気じゃねえか。ならそのためにはひとまず職くらい見つけねえとな。だよな、すまねえな竜魚ちゃん。
ってんじゃねえよ。誰俺のことなめるなよ。俺の番だな。おい来た。鍵がねえな。舐めるなよ。ほい来た。舐めんなよ。来てみろ。よし、おれ。大丈夫ってか。
てんじゃねえよ。偽物じゃねえぞ。何か言いたいことでも。俺のパトン舐めるなよ。死ねえぜ。俺の番だな。はっ。おい来た。強くなった気がするぜ。結構来てんな。一番、お前何歳だ。42歳だ。ナンバーは確か41かな。どっちも望みは薄いな。歳なんて関係ねえ。仕事ってのは熱意だ。熱意だろ。熱意ね。やる気はあるっつってんだろ。まだまだ若いやつに負けねえよ。松尾さん、あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで、まずお酒をやめて後日改めて来てください。バカ野郎、こんなとこ二度と来るのか。次の方。はい、よろしくお願いします。現住所が空欄ですが。今住むところがなくて。でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。では今回は特別に。もう決定か。ご実家の住所を書いといてください。え、なんだ。あ、でもその実家もないんすよ。ああ、いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方へ行ってください。なんすかこれ。健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですので。お願いしますよ。俺頑張りますんで。無理なものは無理です。規則ですので。はい、次の方。ちょっと待ってくれよ。もう少し話しよう。おい、さっさとどけよ。どうだ、熱意は伝わったか。いや、全くダメだ。だよな、俺も門前払いだ。捨てる神はいても拾う神はいないってことさ。まったくその通りよ。どうだい、見捨てられたもん同士、その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒にすんじゃねえ。ハーモレスの分際で透けしやがって。こんなんだったら魚でも釣りに行ってる方がマシだったぜ。とんだ無駄足だ。腐るなよ。他に方法がある。諦めちゃダメだ。
あんたたち仕事探しに来たのかい？ああ、だけどホームレスにはあっせんできねえとよ。それは難儀だね。でもそれじゃ困るだろう。そりゃ参ってるさ。でも仕方ねえよ。でも見たところあんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。お世辞なんていらねえよ。でもありがとうよ。今夜ちょっとしたバイトをしないかい？あ？と言っても雇い主は私じゃないよ。桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね、ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック一体何すんだ？さあね、詳しくは知らんが、仕事をこなせば5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか。ああありがとな、おっちゃん。ちょっとこんなところで斡旋しないでくださいよ。ん？何のことだ？見てましたからね。規則違反ですよ。まあまあ、規則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。いっつも勝手なんですから、所長は。財布を見せよ。ふざけねえぞ。俺の番ね。やるぞ。俺の番だな。ほら。よっしゃ。あっちだ。何してんのか。何なんだよ。久々に暴れてるわ。おい来た。ほら来いよ。どうした。よし行くぞ。
りてんだよ。文句あるのか。ありがとうございました。体調万全だね。何かした？よし、行くぞ！いやだね。とっておきだ！おりゃ！おい、とにかくすぐ来てくれ！頼む！なめんな、俺の番だな！見せてやるよ！行くぜ！とっておきだ。見せてやるよ。ほら来いよ。俺の番だな。とっておきだ。見せてやるよ。よし、行くぞ。
男の前にあるのは将棋盤か、青空将棋ってやつかな。時間がある時にでも手合わせ願おうかね。お、取れた取れた。虫取りなんてガキの頃思い出すぜ。何かに役立つかもしれねえし、持っておくか。何見てやがる。イラつく。何見てやがる。おっと。なんと強そう。後悔するな。負けねえぞ。俺の番ね。
の？